三島です。よろしくお願いします。武田です。よろしくお願いします。最近はなんか一丁わからんことばっかりやね。吉塚です。アスリートフードマイスターと竹スポのタイアップ番組は、アスリートやアスリートをサポートする方々へ分かりやすく情報をお伝えする番組です。今回ですね、アスリートフードマイスターに聞いてみたということなんですけれども、吉塚トレーナー、アスリートフードマイスターをご紹介いただけますか。はい、まあ、今回でこう3人目になります。今度アスリートフードマイスターね。で、今回はですね、まあ、管理栄養士でもあり、アスリートフードマイスターでもある、病院にも長く勤められる、トレーニングのところでも勤められる、今高校の強豪のラグビー部見ている、それから強豪の大学のサッカー部も見ている、そういう方を、はい、ご紹介したいと思います。お願いします。 MC になられました江島さんです。アスリートフードマイスターに聞いてみた。では今日は MC と、お伝えする側と両方で、はい、頑張らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、前回の動画で先生方に筋肉を効率よくつけるというお話をですね、お伺いしました。で、筋トレ中のタンパク質の取り方について吉塚トレーナーにも詳しくお話を伺ったんですけれども、ちょっと今日は、もうちょっと長いスパンで食事のリズムを整えると筋肉ってもっとつきやすくなるよというところをですね、お伝えしていこうかと思っています。お食事の写真があります。3食とご飯食2つ用意していますけれども、アスリートにとってですね、一番必要なのはやっぱり栄養フルコース型と言われる食事なんですね。ご飯である主菜、それか、主食ですね、おかずの主菜、タンパク質をとるもの、それからビタミンミネラルをとる副菜、小鉢が2、3品、果物と乳製品を必ず揃えましょうねって、そうすると自然と栄養取れますよということをお伝えしているんですが、先生方この写真を見て、どれがどの料理が筋肉をつける食材だと思いますか。まあ、これは主、まあ主ね、やっぱりそのタンパク質ですからね、主菜になるでしょうね。卵とトマトでしょうか。キクラゲですね。はい、でこちらがこれですね、主菜の、はいはいはい、サバ揚げですね。やっぱこうエネルギー、ね、不足だとこう筋肉になりませんからね、まあ、こういうふうな、まあ、主菜と言われるものですよね。まあ、でも、まあ、ご飯も大事ですよね。そうですよね、さすがですね、はいはい、やっぱりあのスポーツと同じで栄養素っていうのもチームワークで働いていますので、タンパク質さえ取れば筋肉がつくというわけではなくてですね、やっぱりいろんなお助けマンが必要になってきますので、ぜひこういった品数の揃った食事をとっていただきたいなというのがまず1点です。筋肉作りにはまず摂取エネルギーが消費エネルギーよりも勝っていないと筋肉ってつかないよ、筋肉大きくならないよっていうのがまずあります。なのでしっかり食べれているかっていうのがとっても大事ですね。それからタンパク質はアミノ酸の塊ですので、そのバランスが整っているかとか、あとは1食にタンパク質が 20g 以上しっかりあるかなとかですね、運動の前と後に補食が取れているのかどうかで、先生やトレーナーがいつもおっしゃっているように、運動直後ですね、はい、に特にしっかり取れているのかっていうのが大事になってきますし、タンパク質だけ取れば筋肉がつくわけじゃないよって先ほどお伝えしましたけれども、糖質を一緒に取っているのかとかっていうのも関わってきます。で、筋肉を作るときにやっぱりビタミンミネラルっていうのが非常に大事ですので、お野菜や果物も取れているのかとかですね、それから、消化吸収能力が落ちていれば同じものを食べても自分で作り出す能力っていうのが低くなってしまいますので、腸内環境が整っているのかとか、いろんなことが作用してきます。アスリートフードマイスタータケスポ。筋肉は毎日ですね、分解と合成をスイッチのオンオフをしながら作り替えをしているんですけれども、ではここで先生方にクイズです。いいですか、はい、筋肉の一番の敵は何でしょうか。
僕ならお菓子は筋肉の敵。腹好きすぎ。そうです。はい、おお、ソリ。はい、ですね。正解です。空腹です。はい。正解は空腹が一番の敵です。はい。あの血糖値が下がるとですね、筋肉っていうのはやっぱり育ちにくいっていうのがあります。インシュリンっていうのがやっぱり糖質を取ると出てきますけれども、タンパク質を筋肉に送り届ける役目もありますので、はい、しっかりと糖質を運動の前と後で補給するっていうことがですね、筋肉を作るための食事の取り方っていうところではすごく大事になってきます。なので朝ごはんを食べないで朝練に行くとか、それとか、そうなんですよ、部活が終わってよく食べないままお風呂に先に入るとか、それとか疲れてあまり食べないまま寝てしまうとかですね、はい、っていうようなのがやっぱり筋肉が育つための一番の敵になってしまいます。はい、トレーニングをされる方ってですね、トレーニングとトレーニング直後のプロテインっていうのはすごく気をつけて取ってらっしゃるんですけれども、短期間で見た場合はもちろんものすごく大切なことなんですが、長いスパンで食事のリズムっていうのを考えたときに、やっぱりゴールデンタイムに使える状態でエネルギーとか栄養素が体の中に待っているっていう状態を作りたいとなると、先生どこの食事が一番大事だと思われますか？朝ですか？朝ももちろん大事ですね。トレーニングのちょっと前にトレーニングの3時間前ぐらいに、はい、さっきの写真にあったようなまともなアスリートの食事ですね、栄養バランスの整った食事、それから運動前にさあ今から使いますよという糖質がしっかり補えているかどうか、はい、で、運動直後のプロテインと一緒にですね、ぜひ糖質も取っていただきたいんですね。筋肉がつきにくいなという方はこのあたりがちょっと足りないのかもしれないなということが考えられます。そして分解と合成の合成が多ければ筋肉は増えていくっていうことですので、夕食でもバランスよくとる。で睡眠中にですね、先生睡眠中に成長ホルモンっていうのが、はい、出るんですよね、はい、で寝てる時に筋肉が作られるっていうのもありますので、いい睡眠をとるためにやっぱり朝ごはんでしっかりとバランスのいいもの、特にタンパク質の中のトリプトファンというアミノ酸が、はい、しっかり取れているということが睡眠の質を良くするので、こうトレーニングをしたら 2,3 日かけてじわじわとですね、筋合成を常に高めていくということをやってほしいなと思います。アスリートフードマイスタータケスポ、これ皆さん具体的にこの糖質っていうのは、まあ、具体的にどういうものを取ればいいですかね、はい、しっかり食べて、動ける方はおにぎりとかパンとか、はい、カステラとかですね、うん、そういったあの固形物でも大丈夫と思うんですけれども、もともと胃腸が弱くて消化吸収能力が低いよという方はですね、お腹の中にあると動けないよという方もいらっしゃいますので、うんうん、そういう時はゼリー飲料だったりとか、うんうん、ジュースとかですね、食べやすい果物とかをおすすめしています、うんはい、で直後のプロテインも1食 20g のタンパク質っていうことを考えて皆さん商品を選ばれてると思うんですけれども、一緒に糖質を取っていただきたいので、バナナとプロテイン、食べれる方はおにぎりとプロテイン、ゼリー飲料とプロテインという形で糖質もぜひ、はい、組み合わせられるともっと効率いいかなと思います。でこういった形で筋肉がつきにくいなという方はですね、体の仕組みとか体のリズムっていうのを知って食事のリズムを整えるというところから取り組んでいただきたいなと思います。味見をどうぞ。チャンネル登録お願いします。